はい、皆さん毎度毎度、はい、しばちゃん先生にアドストのアイロンが届いたようだね。使うの楽しみですが、今の季節少ないかね、宿毛矯正ね。まあ、4月、5月多分は注意書き入ってたと思うけどね、 M1 モードにしないとパワーがなんかちょっと足りねえからね。で、カットに来たストレート系のお客様、アドストでチャットかけるとね、やっぱりね、あ、早いって感じると思う。いいものってさ、一回使っただけでわかるんだよね。で、こういうさ、今見てる動画のおばちゃんみたいのにさ、ストレートアイロンかけてまっすぐにしちゃったら怒られるけどね、まあ、ストレート系の方来たらね、ワイドアイロンでね、まあ、パーッとね、まっすぐにしてね、毛先をね、ちょいと曲げるっつうの。やっぱね、熱量が大きいからね、やっぱ早いって感じると思うよ。あと、パーマ液でもね、何でもね、いいものって一回使っただけでさ、あ、これ来てると思うよね、違うって。最近感じたのは、もう何回も言ってっけど、ミルボンの CMC、 あれね、自宅エアカラーしてきた人に使うとね、あれ、あ、これ使えるなって、もう一回で分かったよね。で、逆にプレジウムのさ、チオ、あれ使うとね、あれなんか違うかなみたいな。やっぱね、使った瞬間にあれって疑問に思うよね。そういうのはやっぱりダメだね。あと違うなって感じたのはタングルティーダーだね。あれでね、溶かしても痛くないっていうの、毛染めも痛くないんだよね、塗布するとき。ちょっと伸びが悪いけどね、痛くないのは楽だよね。だけどアドストもね、ウエラタイプの旧型タイプ、あれから新型になってね、まずね、壊れること、不具合が出るってことはねえな。1台だけね、中古で買ったやつなんかバラして組み直したりしてたんだよね。そしたらそれちょっと具合悪くなって修理出したけど、それ以外は余計なことしなかったらまず不具合起きないね。回転部分の接触不良も起きにいし、その1台なんだけど、中古で買ったやつね、プレートの表面が剥げてんだよね。だからかなり強い力でテンションかけてグイグイ引っ張って摩擦してたんかなっていう感じでね、どんな髪の毛やってたのかわかんないけどさ、それは今度プレート交換出しようかなと思う、1台ね。やっぱり滑りが悪いんだよ、なんか気持ち悪いんだよね。あと注意はね、変な角度で落とさないことだね。変な角度で落とすとね、中のセラミックヒーターが割れるんだよね。一回だけうち落としてね、割ったのがあるけどね。で、セラミックヒーター意外とちっちゃかったね、幅が1センチぐらいしかなかったかな。まあ、そうするともうメーカー修理になっちゃうからね、確か5000円ぐらい取られたかな、セラミックヒーター交換。そうするとね、1台だと足んないんだよね。で、結局しばちゃん先生んちもね、ワイドもう1台買って、ショートアイロンももう1台買ってて、やっぱり壊れた時のこと考えるとね、やっぱりスペアっての必ず必要になるからね。はい、お疲れ様でした。